リラックスした笑顔で蜜月ぶりをアピールする岸田総理とバイデン大統領。9日に行われた非公式の夕食会に向かう社内での一コマです。この日はマイクロソフトのブラッド・スミス社長らと面会。スミス社長は AI 研究などの対日投資を表明し、岸田総理は協力を期待すると強調しました。そして日本時間今日深夜には歓迎式典に続き、バイデン大統領との日米首脳会談が行われます。そこで話し合われる柱の一つが安全保障。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、日米同盟の強化を確認すると見られています。They will announce measures to enhance our defense and security cooperation, to enable greater coordination and integration of our forces. 岸田総理も訪米に先立ち、CNNのインタビューで、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢、東アジア情勢について、歴史的転換点に直面していると述べています。我が国の周辺においては、弾道ミサイルや核の開発を進めている国、また不透明な軍事力の増強を進めている国、そして実際南シナ海、東シナ海で力による現状変更が現実に行われている。近年、南シナ海への進出や台湾周辺での軍事演習に力を入れ、時に台湾上陸を想定したとみられる訓練を行い、周辺国へ緊張を高めている中国。日本も台湾に近い与那国島、宮古島、石垣島などで自衛隊の配備を進め、中国を念頭に防衛力を強化しています。しかしその一方で、兵器や軍事能力のようなハード面だけではなく、人々の倫理観や国際法などソフト面の強化も安全保障には極めて重要であるとの意見が。安全保障におけるソフトパワーとはどのようなものなのか、日本の安全にどう生かせばいいのか、ソフトパワーによる安全保障強化を提唱する軍事アナリスト小泉悠さんとともに考えます。ではゲストをご紹介いたします。特にロシアや旧ソ連諸国の軍事政策に詳しい軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センターの小泉悠准教授です。小泉さん、どうぞよろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。でまずはその日米首脳会談の大きなポイントということなんですけども、自衛隊とそして在日アメリカ軍の指揮統制の連携などを図っていくということですね。それから防衛装備品共同生産体制の強化、それから武器輸出みたいな話もね、どういったところまで踏み込んでくるのかみたいなことになってくると思います。小泉さん、まずどんな点を注目されてますか？そうですね、やっぱりこの中で一番上にあるこう指揮統制の連携というところなんですよね。で従来、在日米軍っているんですけど、在日米軍司令部って基本的にこう日本にいるアメリカ軍部隊の管理の役割なんですよね。米軍部隊そのものの指揮はもっとずっと後方のアメリカ本土とかハワイからやったわけですけども、今度は実際にこの指揮をする部隊を日本まで持ってくるんじゃないかとかですね、でそれに合わせてこう今在日米軍司令官って今中将なんですけど、これを大将まで格上げすると、ということになると、こう日本とアメリカの軍事的な関係性というのはまた変わってくるでしょうし、特にその在日米軍の在り方そのものがちょっと我々が知っているものとは変わってくる可能性がありますから、これがどのぐらいのことを今回合意してくるのかということもそうですし、あと2番目にありましたけど、武器の共同生産ですよね。これまではミサイル防衛システム用のミサイルというのは日米で共同開発したことがあるんですけども、今回はそれをもっとおそらく広げるような合意がなされるんでしょうし、
で、まあ、日本側ですでにこのアメリカのライセンスで日本で作った、まあ、アメリカの設計図だけど日本で作ったって武器をまたアメリカに送れるようになると、はい、でしたらアメリカはその分余裕ができた分また別の国の軍事支援ウクライナなんかに使うかもしれないってことですから、はい、まあ、ここのところもどのぐらい突っ込んだ話今回してくるのかな、うん、気になってますね。長らく固めてきたものが岸田総理いよいよここに来てですね、まあ、ウクライナ侵攻もあってみたいなことも含めて、まあ、積み上げてきたものを今ある種形にしようとしている段階だというふうに聞きますけども、小泉さんここいかがでしょうか。うん、やっぱりあの本当に時代変わったんだなって思うんですよね、はい、僕1982年生まれなんですよ、うん、だからあの僕が大学生ぐらいまでの時ってアメリカが世界で圧倒的に強いと、はい、でナンバー2ナンバー3に比べてもこんな差があるぐらい強いし、であえてじゃあそのアメリカであるとかアメリカの同盟国に挑戦する国ないだろうっていうふうにみんな思ってたわけですよね。例えばその当時の私が大学生だった頃とか高校生だった頃の中国の軍隊って言ったらずっと弱かったわけですよね、うん、北朝鮮はまだ核実験さえしていなかったという時代、はい、でそれがまあ今その2022年に日本の国家安全保障戦略って改定されてるんですけど、まあ、この中では中国があって北朝鮮があって3番目にロシアが書いてあるわけですけど3つとも核持ってるわけですね、うん、でどの国も弾道ミサイルを持っていて、でそのうち中国ロシアについては相当強力な軍事力を持った国であると、この3つの国隣り合ってるってね、やっぱこう安全保障上なかなかない、はい、で私もあの、まあ、専門家会議とかで海外の人なんかと話すときにいやお前らマジで面倒くさい状況だなっていうふうに言われるんですよね、はい、まあ、うちらの国もそれぞれみんないろいろあるんだけどあれ3つと接してるってあんまないぞっていうふうに言われて、まあ、確かにそうだなと思います、はい、だからまあその中で別に戦争したいわけではないので、はい、あの戦争する気を起こさないようにしてもらうために持つ軍事力を抑止力っていうわけですね、うんうん、ちょっと面倒くさいのは抑止力のための軍事力っていうのは実際に戦える軍事力と見分けは区別はつかないわけです。実際に戦える能力を持ってるからこそ手出すのやめとこっていうふうに思うんですよね、はい、なのでその抑止力と戦闘力っていうのは区別がつかないので、あの危ないから抑止力強化しようっていうのは、まあ、つまりこう戦う力をどんどん増していくってことですね、はい、でこれ自体は私はあの安全保障専門家としては否定はしないんですけども、うん、そこに無条件に突っ走っていっていいのかっていうことについてはまた考えなきゃいけないし、はい、少なくともやっぱりみんなでじゃあどこまでやるのかとかですね、そこはみんなで考えなきゃいけないと、ね、今日ねソフトパワーが一つのテーマなんでしょうけど、はい、同時にそこにインテリジェンスっていう視点がないとやっぱり難しくないですか、うん、まあ、それは当然ありますよね。で、まあ、日本もインテリジェンスやってないわけではやっぱりなくて、あの地理的に日本ってさっき言ったように非常に機微な場所にあるので、うん、例えば大陸から飛んでくる電波を取って聞くとかっていうのは日本って格好の位置にあるんですよね、うん、こういうインテリジェンスは強い。でもおそらくあの念頭にあるのはスパイを送るとかそういう話ですよね。ヒューミントとかね、ああいうのをね、うん、ただこれはじゃあ、うん、日本のスパイが中国で捕まった時に、うん、我々としてその覚悟を引き受けられますかってことですね。あのできるよって人もいるかもしれませんけど、やっぱり、まあ、じゃあその事態も込みでスパイ送ろうじゃないかという議論は私は日本でまあできてないと思うんですよ。あの確かに、まあ、ロシアと中国では、ね、日本の向き合い方、まあ、違うところはありますけども、はい、これまでの関係からしたときに、はい、その武器輸出ってなってくるとまた話は違ってくるんじゃないかと、そこはあの小泉さんも懸念されている点かと思いますけれども、いかがでしょうか。そうですね、うん、だからまあ私あのロシアの軍事やってる人間としては、まあ、ロシアずっと見てくるわけですけども、はい、あの確かに ロシアの中でも日本はもっと中立的になったらいいじゃないかって議論はあるんですよね、うん、で日本の中でもそんなにアメリカにべったりなこともなくて、まあ、もっと中立的でもいいじゃないかって議論ってあるんですよ。で、まあ、それも私は否定はしないというかアメリカべったりではあるべきではないと思うんですけど、ロシアが言う日本はもっと中立的にっていうのは端的に言うと日米安保解消なんですよね、うん、日米安保条約を解消して在日米軍を日本から追い出してくれと、そしたら北方領土問題の話だってするし、あのもっといい関係も作れるよってロシアは言うわけですね、はい、まあ、ロシアから見たら当然それが望ましいわけですけども、なかなか現実に日本の安全保障政策としてそこまで踏み込むっていうのは難しいと思うんですよ、うん、よっぽどその日本の周りの国際環境が改善されたら別ですけども、うん、現実に在日米軍なしということは、まあ究極的に言うとアメリカの核の傘なしで日本の安全保障を自分たちでやりますかっていうと、これは限りなく日本核武装論に近づくんですよね、うん、はい、私はこれもまた望ましくないと思ってるので、うん、あのそこまで行ってロシアと関係を、まあ、改善するぐらいであれば多少緊張含みであっても私は今の体制を維持した方が結果的にはなんていうか望ましい日本であるっていう
イメージが僕はあります、ね、反対の意味で言ってその武器輸出までしますかっていうのは一つ残ってると思うんですよね。つまりその輸出した武器が他の戦争に使われるみたいなことも起こりうるわけですよね。そういった意味でそこまで踏み込んでいくのかっていうのは一つ議論がありそうですか、うん、それもあるですね、うん、私はまあそのさっき言いましたけどロシアの軍事やってるんで、はい、戦争が始まる前は結構ロシアの武器展示会ってよく見に行ってたんですよね、うん、あとフランスのユーロサトリっていう大きなこう陸戦用装備の展示会とか見に行くんですけど、はい、結構ね不気味な雰囲気なんですよ、うん、要するにこのモーターショーとか家電のショーみたいに非常にこうキラキラしたブースがあって、うん、そこにこうミサイルとか戦車とか展示しててうちのはすごいですよ買ってくださいってやるんですよね、うん、でまあそれはそうなのかもしれないけどなんかやっぱ私はこれ人間として不気味な光景だなって感じをずっと持ちながら見てたところがありますし、そのフランスでやった武器展示会の時は本当に反対派の人たちが会場に乱入してくるんですよね。でそのイスラエルの武器なんか展示するんじゃないとかこんなことやるんじゃないっていうふうに怒ってる人たちっているわけです。やっぱり私もこうなんていうんですかね、日本もどんどん武器輸出して儲けりゃいいじゃないかというふうにはなかなか軍事屋なんだけどどうも思えないところがあって、うん、でただその一方でじゃあ今日本って、まあ、武器輸出三原則があって多少緩和しましたけど、はい、基本的に殺傷性の武器外国に売りません、特に紛争やってる国に売りませんって言ってるわけですよね、うん、でもその結果として今まさにロシアの侵略を受けてて国がなくなるかもしれない、うん、あれはこう日々本当に爆弾が降ってきて一家全滅みたいなことが起こってるウクライナに対しては日本は何もできない、なんかこれもやっぱりなんかおかしい感じもするんですよ。だからその武器輸出にしてもその防衛力を強化するにしてもそのために防衛予算を増やすにしても一律にこう絶対反対とかどんどんやれっていうんではなくて、はい、どの辺にその境界線を見出すのか、うん、でそれはつまり日本ってどういう国でいたいんですかっていう、はい、なんか自画像を描くことだと思うんですよね、うん、っていう感じを僕はこの戦争始まってからすごく強く思ってます、はい、でその議論がなかなかなされてないってことですよね。意外となされないままこう進もうとしているという、うん、おそらくそもそも話題にならないんですよね、はい、小泉さんは今東大にいるじゃないですか、うん、そもそも日本の大学でねそういう角度からの軍事研究とか、うん、インテリジェンス的な研究ってあんまりやられてこなかったイメージがあるんですけど、うん、歴史研究としては結構やってきてるんですけど、うんうん、今の安全保障政策をどうするかっていうことが大学で論じられるんだったらやっぱ結構最近ですよね。だからということは大学で論じられてないってことはその学生っていうか次世代の養成も、まあ、今までできてなかったっていうことだと思うんですよね、うん、多分私なんかはおそらくそうやって大学の中でも安全保障議論をするようになった第一世代とか第二世代ぐらいですよね、はい、小泉さんの下で今後そういう人が育ってくることが期待される。今もうなんていうか大学の中で安全保障の議論するってことは全然タブーでもないし普通のことになっていて、うん、ちなみに私が所属する東京大学は最近陸幕長ですね、陸上幕僚長の人が実は東大出身なんですけど初めての東大出身陸幕長なんですよ。で制服着て東大に来て陸幕長が講義をするっていうことをやったんですね。多分30年前の東大だったらもうこれは上を下への大騒ぎになったはずなんですけども、まあ、それはいいじゃないかと、そういうことは当然その日本を取り巻く環境としてあるんだからじゃあ当然そのプロである人にも来てもらってやってもらえばいいじゃないかっていうところまで私はなんていうか大いにやればいいと思うし現実にそうなりつつあると思います。それこそウクライナ戦争によって分かったことは力のある国が、まあ蹂躙するというような形の、まあ、古典的な地政学が復活したというね小泉さんおっしゃい方をしているわけですけれども、ただしそれでもなおですねウクライナが今持ちこたえている初期において、まあ、敗戦してないということはある種そのハードパワーだけでなくてソフトパワーによるところも大きいんだと、ここの解説していただけますか。そうですね、単純に軍事力の指標だけで比べるとロシアって当たり前ですけど圧倒的に強いんですよね、はい、まあ、だいたい今ロシア軍110万人ぐらいじゃないかというふうに見られてます。でウクライナはだいぶ戦争中に兵士を増やしたんですが、まあ、おそらく50万人から80万人ぐらいということで、まあ、兵隊の数では負けてるわけですね。でその1日に発射できる大砲の数とか、うん、空軍の数とか、まあ、これも圧倒的にロシアの方が強いには強いわけですね、はい、でもそれだけで決まるんだったら、うん、まあ、なんていうかロシアがもうあっという間に勝ってるはずなんです。そうですね、まあ、キーウに迫ってましたからね、初期の段階で、はい、でもそうなってないって、まあ、一つはウクライナがロシアの支配を受け入れたくないっていうそれなりにこう強いアイデンティティを持ってる、多分プーチンはそこがそんな強くないだろうと思って、うん、ちょっとつっつけば簡単にウクライナ人は降参しちゃうんだろうと思って始めたんでしょうけども、はい、まあ、そうではなかった、人間の意思の力ですよね、うん、それからもう一個大事なのは
一応今の世界って戦争は違法なんですよ。もしもプーチンがその18世紀のロシア皇帝 で隣国に攻めていったって言ったら、それをみんな悪いこととは言わなかったはずなんですよね。18世紀の世界では別に戦争って合法なのでいいんですよ、はい、でも20世紀になってからは一応問題解決の手段としては軍事力使っちゃダメってことにな、国際法上なっていて、はい、国連憲章にも書いてあるわけですよね、だからやっぱり一応じゃあその国連の場に持っていくと、ほとんどの国がロシアの行動はダメですっていうふうに言うし、中にはじゃあ経済制裁をロシアに対してかけましょうとか、じゃあウクライナに対して武器を送ってあげなきゃダメじゃないですかって議論になるわけですよね、これってその単純な戦車の数とか戦闘機の数とか兵隊の数とかでは測れない力ですよね、その測れない力が働いて結果的にウクライナが負けてないっていうことは、やっぱりこれはなんていうか一つのリアルなんですよね、このリアルさを我々の安全保障政策の中にもちゃんと取り込まなきゃダメじゃないですかっていうのが私の問題意識、さあその上で日本が誇るといいますか、日本が持てるソフトパワーって何ですかという話になってくるんですけど、これはどういうふうに考えたらいいですか。どう思いますこれをみんなで考えようなんだろうということなんでしょうけど、ソフトパワーって言葉自体はアメリカ の, ジョセフ・ナイって国際政治学者が作った言葉で、これはその軍事力ではない、まあ、軍事力がハードパワーなんですよね。だけどそうじゃないソフトな力ってあるよね。例えばそのアメリカのハリウッド映画世界中で人気ですよねとか、アメリカのファーストフードみんな世界中食べてるよね、でそこからやっぱこうアメリカに対してみんなが好感を持ってくれるって力があるよねとか、でまあ、もうちょっとその物に近いところで言うと経済力だよねとかテクノロジーの力だよねって、そういうものが結果的に実は軍事力だけではなくていろんな力がアメリカを下支えしてるんだよねって議論なんですよね。でこれ今見ると当たり前なんですけど、冷戦時代ってアメリカとソ連がどっちが核弾頭何発持ってるかみたいな競争してたので、あそうじゃない力の指標ってあるのかって話になったわけですよね。だからまあそういう意味でのソフトパワーっていうのもありますし、でもこの議論をもっとこう敷衍していくと、私がそのソフトパワーというかソフトな力って言葉を使ったのはその内のソフトパワーとちょっと違うと、だからそういう文化的な魅力の力とか経済力の力っていうのもあるかもしれないけども、でも同時にさっき言ったルールの力みたいなものも一見紙切れに見えるんだけど、ゆるーく我々の行動に制約を加えるわけですね、ルールっていうのは。で、あるいはそのさっきおっしゃったようなその攻めてきた時にまあいっかって思う人もいるかもしれないし、絶対嫌だって思う人もいるわけですよね。そういうこう数字にできないような力、あるいはこう一見のそんなのこう紙切れの上だけのルールでしょっていうふうにバカにされるんだけど、実はじわーっと効いてくる力とかっていうのがあって、こういうものを相当真面目に日本は今考えなきゃいけない局面なんじゃないかなって思うのは、一つは、実際にロシアがフルスイングの侵略を始めたからですね。やっぱりこう15年ロシアの軍事研究してましたけど、ここまでの戦争をするとやっぱり予想できなかったんですよ、僕自身も。本当にこういうその歴史の教科書に出てくるような侵略ってあるんだというのがまず私の中の一つ大きな問題意識 でもう一つはじゃあその時に例えばそのロシアみたいな核兵器を持ってて100万人の軍隊を持ってる国が攻めてきた時に、日本は現状その全部には付き合いきれないわけです、さっき夏野さんおっしゃったように、はい、日本は決して軍事的に弱くはないんだけど、世界的な軍事超大国ではないわけですね、はい、となるとやっぱどこかの時点で日本がその軍事超大国の侵略を受けた時にこう、まあ、我々はエスカレーションのはしごって言い方するんですけど、エスカレーションのはしごを登っていくんだけど、どこかで登りきれなくなるところが必ずやってくるでしょうと、でその先はアメリカのはしごがあって、アメリカのはしごにつながってるって僕らは思ってるんだけど、本当にこの2つのはしごつながってるんですか、ウクライナではどうもあんまりつながってないっぽく見えるんですよね、それからその最近の台湾防衛の議論なんかに関しても結構アメリカのシンクタンクの中では、まあ、台湾守ってあげるんだけど、やっぱり中国本土攻撃まではしないよみたいな議論もあったりとかする、からそうするとやっぱりこうハードな安全保障、軍事力によるハードな安全保障というのも絶対的に必要で、これは私は全く否定しないというか非常に肯定的なんですけども、どうもこのハードな安全保障にあっちこっち穴開いてんじゃないかなって感じがするんですよね。それを埋めるものとして、特にそのなんていうんですかね、フルスイングで力の行使ができるわけではない日本として、ソフトな力が重要なんじゃないかっていうのは私の問題です、僕はやっぱり一番問題だと思うのは、やっぱり例えば国連の場とかあるいは外交の場で日本の意見っていうのはあんまり出てこないんですよ。で例えば台湾の件に関しても、
その台湾ってやっぱり例えば能登地震があった時にすぐになんか救援物資を送ったりとかなんだりっていうのは、はい、あれは彼らなりにソフトパワーなんですね、うん、いろんなことが起こった時に必ず救援送りますみたいなことをやって、うん、じゃあ日本逆のことできてんのっていうとなんかちょっと要請があれば送りますぐらいの話しかしないしということでね、なんか僕はもうちょっとやっぱり国際場面国際的な会議とかそういうところにおける日本のポリシーとかっていうのをちゃんと発信していく、うん、でそれ国民で議論しても国民のほとんどはそんな外交に関心ないから、はい、もう全然そんな国民的議論しなくてもいいと思う正直だけどやっぱり敗戦国でかくいや無理だよ、うんうんうん、だって関心ないんだもんそうですねもうかで知識もないから、まあ確かにね、知識ないやつと議論してもしょうがないんで、うん、まあ外務省とか防衛省とかとお付き合いがある身としてはまあ決してそこまで夏野さんがおっしゃるほど何もしてないわけではもちろんないですとは思いますし、うんまあ、僕たちもなるべく国際会議とかに出て、うん、日本なりの主張を主張するとかですね向こう何考えてんだって聞いてくるとかってことは一生懸命やってるつもりではあるんですけどでもそれでも夏野さんが日本存在感ないなっていうふうにお考えになるのであればこれはやっぱあれじゃないですかね逆説的ですけど国民の関心がないというそのお話につながってるんじゃないですかいやそれもあると思うんですけど、うん、やっぱり政治家がやっぱり外交であんまり発言しないですよね、うん、メディアもないとだって、うん、で発言したって報じてくれないし、うん、メディア問題ないですか、うんまあ、やっぱその言語の壁はあるでしょうね、うん私ロシアの国防省のサイト毎日見るんですけど2016年にロシアがシリアに介入し始めたわけですね、うん、であの時早速ロシア国防省にはアラビア語サイトできるんですよでロシアトゥデイ、まあ、今 RT ですね、うん、とかスプートニクとかものすごい多言語発信してるので内容には同意できないんだけど確かに発信力は彼らはあるんですよねでただやっぱそのロシアとかあとイギリスの BBC ワールドサービスとかができるのってのはその世界中の国からいっぱい移民とか亡命者が来るので、うん、そういう人たちが発信できるんですね、うん、だからそういうその元々多民族な力があったわけですけど、うん、多分その言語の障壁ってこれからもっと下がっていくと思うんですよ、はい、でもう通信社のニュースなんかは AI が書いてて人間が書いてないとかってこともすでに起こってるので、そこはどんどんテクノロジーの力を活用してその言語の壁を乗り越えていけるんじゃないですか、ねやるべきことをやるっていうあともう一つはやっぱり僕アメリカの強さの一つは留学生の受け入れだと思うんですね、うん、でやっぱり経済政治のリーダーとか経済のリーダーのほとんどはやっぱアメリカ留学組が多いわけです、ね、あなたもそうだし、まあ、僕もそうですけどで僕はもっとね今チャンスだと思うんで今アメリカとかカナダが留学生を絞りつつあるんですよ、うん、国内事情でもう日本どんどん入れて中国の留学生ってものすごい多いですけどこれはポテンシャルにはみんな日本ファンなんですよやっぱり一回日本に住むと日本好きになるから特に中国とか東南アジアの留学生まあもちろん逆の人もいるけど体制はやっぱり日本ファンになっていくんですね日本語できるようになるこれも戦略的に大々的にもっと受け入れたらソフトパワーになると思います。ソフトパワーですね。これこそね。もう一個言うとですね、私アメリカとかヨーロッパの専門家と話して感じるのはやっぱ彼らはね、アジアのこと本当知らないんですよね。もちろん優れたアジア専門家はいっぱいいるんですけど、うん、それを除くと例えばそのアメリカの国防省の中の人がもういやよくわかんねえんだよアジアのこととかって言うわけですよね、うん、だから私別にアジアの専門家じゃないんですけど、うん、一アジア人としてアジア今こんな感じですって言うとあそうなんだっていうふうにすごい聞いてくれるでそれはアジアを要衝だと認識してないからっていうこといやいやもう人口も世界の半分はアジアなので、単純に言語じゃないですかね、まあ、アメリカ例えばアメリカ人とかヨーロッパ人ってお互い何カ国語も喋る人っていっぱいいて、うんでまあ、なおかつ要するにこの、まあ、ヨーロッパがあってアメリカができたわけですから、うん、なんとなく一個の世界なんですよね、うん、でもアジアってやっぱどうなってるかよくわからない例えば私みたいな中東の専門家じゃない人アフリカの専門家じゃない人から見て、うん、今中東アフリカどうなってるかっていうとあんまりよくわかんないわけですよ、うん、多分あの感じなんですよ、うん、で今これだけ中国が良くも悪くも焦点になっている、うん、北朝鮮の安全保障上の問題もあるっていうところで日本はアジアのことが分かりますよ日本がアジアに関するインテリジェンスのハブですよっていうのは、うん、これもまた私一個はそれもソフトパワーですね絶対いい、はい、アベマプライム進行の平石直之ですご視聴ありがとうございますこれを機にチャンネル登録よろしくお願いします。